Hello. Hello, everyone. ということでですね、皆様お元気でしょうか。岡野関である始まります。チャンネル登録もしきょろということで、速度 1.5 倍とか2倍で見るといいと思います。であとはですね、小生を YouTube をバンされまして、コロナのことをやったことにより1週間謹慎処分となりました。小生の YouTube の、登録というか再生回数大体100回、平均100回で YouTube やってる人何人いるんですかって感じなんですけど、本当に針の一血もなんか許さない状況にあるんじゃないかなと思って、非常に恐ろしい、恐ろしい限りでございます。で、ちょっと質問をいただきまして、569の、世界を滑る者たちというですね、ペロチンさんっていう方なんですけども、いつも有意義なお話ありがとうございます。いえ、どういたしまして。質問ではありませんが、この後に及んで世界、平和ボケした国民が多いことに絶望しています。小生も一緒です。しかし目覚めた国民でどうにかするしか残された道はありません。未だ 99% の国民がテレビ新聞を信じ、自民公明維新に投票してしまうのが現実であります。国盛り外線や SNS 等の拡散には限界があると思っています。それよりも日本の危機などを書いたパンフや小冊子などをポスティングして一人一人に届けるしか残された道はないような気がしているんですけれども、どうでしょうか。それでも無視されるようならばある意味諦めがつきます。国盛州や心ある日本国民にはそれができると思うのですが、林千佳さんが言うように最後は一人一人に伝えていくしかない。ぜひ塾長のご意見をということをですね、いただいたんですけど、実はその最近の人たちは文字を読まなくなっています。したがってそういったのをポスティングしても無意味だと思います。なので大切なのはインプレッションです。印象なんですね。つまりその、近代のことを英語でモダンと言いますね。でモダンは、何でしたっけね、スペインのですね、オルテガガゼット、オルテガイガゼットというですね、哲学者が戦前にいたんですけれども、1930年頃に活躍した哲学者なんですけども、彼がですね、モダンの中には2つの M が隠れていると、1が、モードですね、流行で、もう1つが、モデル、つまり型ですね。なのでその近代とは、情報ハイウェイですね、メディアを使ってできる限り、シンプルなモデルですね、情報の型を流して、でそれを使って流行させて、そして多くの人間をですね、情報ハイウェイを駆使して操作していくことなんですね。で例えばですけど、小生もあまりもう文字あまり読まなくなってきているので、あまり大きなことを言えないんですけど、やっぱ文字って読むぞって思いますよね。でラジオだとラジオつけるぞっていう気分も必要ですよね。でラジオだったら耳は防げないので、一度流すとずっと入ってきますよね。じゃあテレビだとやっぱこう映像もあったりで、フジテレビとか、TBS だったり読売テレビというか日本テレビだったりとかですね、朝日テレ朝だったりとかですね、やっぱそれぞれがやっぱりその、大切なのは誰がその情報を述べるかっていうことが大切で、
まあ、小生のようにグラサンをかけてですね、帽子をかぶってタトゥーが入ってですね、で一体どこの馬の骨かわけのわからんやつが安倍晋三君が狙撃によって暗殺されましたって言ったって何も誰も伝わらないですよ。でせいぜい帰れるのは100人ぐらいですよね。まあでもそれは現実なんですね。じゃあ、まあ、今ちょっと全くテレビ見てないので、もう小生はねアヤパンぐらいのところで止まっちゃってるんですよね本当に。なのでアヤパンがフジテレビに出てた時を見たのがほぼ最後で、あとはもう知らないですね。なのでそのアヤパンがおはようございますって言って原稿を読むといろんな人がうわーってなっちゃって、まあゆずの人と結婚しちゃいましたけど、なのでそういうふうにですね、誰がその情報を言うのか、例えば松本人志さんとかが俺はこうやと思うでっていう形で言ったら、テレビという情報界隈は視聴率 1% で100万人ぐらいの方が、まあ過去嘘ですけど、まあ見てると言われてますから。でまあこれのことも書いてましたけど、まあ、99% の国民がテレビと新聞を信じて、まあ、自民と公明と維新と投票してしまう現実がありますっていうのはこれもまた嘘ですよね。なぜかというと、あの投票率は毎回 50% なんですね。ですから意外とインターネットを見てる人たちとかってもうバカじゃないみたいな感じで、あの選挙に行ってない人は結構多いと思うんですね。だからまあ 50% の人はあのむしろその中途半端な知識で選挙に行くよりも、あの行ってないっていうこともある意味で言えば一つの、あのメッセージにはなってると思いますね。ただまああの選挙に行けるっていうことは本当に素晴らしい権利というか権力でもあるので、あのちゃんと 50% の人が、まあ、意識が変わったりとかすると、まあ、なんとかなるんじゃないですかみたいなところは実際にあるんですが、まああのただね、参政党さんがと新党国盛り出すと大体まあ200万票ぐらいにはなってるので、まあ、5000万のうちの、まあ、200万ぐらいの人は、まあちょっと今の感じだと良くないんじゃないですかみたいなことはちょっとこう肌で感じてる可能性はあるんじゃないでしょうか。だからといって、何が正しくて何があのどうなのかっていうのも正直小生は分かりかねます。ただ一つ言えることは、気づいた人が変えていかなくちゃいけないんですけれども、ただやっぱりその気づいたからといってなんかこうわさわさ動くと友達を失ってしまったりとかですね、まあそういったこともあるので、まあ小生はその馬淵睦夫さんという方がいるんですけども、その人のことをすごく、まあ、尊敬してますし、もちろん信頼もしてるんですけれども、馬淵睦夫さんというのはまず自分を払う、つまりその例えば自分がちゃんとおはようございますとか、ご飯とか食べたらごちそうさまでしたとか、いただきますとか、美味しかったですとかで、まあ、もしくはその自分の家族、例えばもうご両親が亡くなった方でもちゃんとお墓参りに行くとかで、まあ、ちゃんと神社に参って自分以上の形而上的なものに対して感謝をするとかですね、そういった形で払う、つまり自分を清めていくことによって、まあもしかするとそういう、つまりその自分がものすごく醜い状態なのに人に変われ変われとか伝ってあんまり説得力ないじゃないですか。だったら自分を清めて、あこの人の言うことだったら信じてもいいなっていう人を増やしていって、そこからちゃんとこう伝えていくっていう方が、まあ、大切なんじゃないですかみたいなところもあるんですね。ただ実際その YouTube で、一番チャンネル登録されている人が、まあ、ヒカキンさんっていう方で、その方がもうチャンネル登録者数が1070万から、まあ、1100万弱ぐらいいるわけですよ。
で彼のやってることはもうドタバタ劇のいかに楽しめるかというエンタメの要素が非常に強いわけですね。でそのエンタメの強いものに対してそのなんていうんですかね、その人たちは YouTube を見てるわけじゃないですか。ただチャンネル桜だったりとか他のゼミナールだったりとか一応見る可能性はゼロではないわけですよね。ただ面白くないんですよね、うん、やっぱりインプレッションなんですよ。ヒカキンさんだったらあのこんだけ面白いことをしてくれるっていうあのなんていうんですかね、そうつまりそのずっとこう続けていくこと、持続していくこと、つまりそのずっとこう継続することで ある意味で言えば信用とか信頼になっていって、じゃあ1日の24時間の2、30分ヒカキンさんの作った動画見ようみたいな形でその何百万の人たちがそうやって登録をして見てるわけですよね。でとんでもない再生回数でお金をもらっていると。でさらに言えばその YouTube の、 CM 料を大元の YouTube が一番もらってるわけですよ。ですからでそこを全部握ってるのが、GAFAM って言って、まあ、シリコンバレーに本社があるんですけれども、それが全部サブスクという形で世界からアメリカにお金が行ってると。でそこのプラットフォームを作った大元チームがほとんどユダヤ人っていうことですね。ですから今安倍晋三さんが暗殺されたのは統一教会だと、つまりもう統一教会とか幸福の科学とか創価学会公明党とかそういった宗教系の、ものが実はもう終わったコンテンツになってきてると。つまり宗教になぜその入るのかというと親がしてたとかね、もしくはその学校という共同体を飛び出して会社という組織にこう大体属すると。で会社が終わった後に家に一人で帰ると、その時にものすごく寂しさがあって、戦前の場合は神社があったんですけれども、その空いた空間に対してその宗教の人たちが、まあオートロックがない時代が1980年ぐらいまでありましたから、90年代の途中ぐらいまでありましたから、その時にそのどういう仕事をしてるかっていうのをちゃんとリサーチして宗教に入っていくと。で宗教に入るとその自分と同じ信じてるものがを信じてる人たちがいっぱいいるので、週に1回とか1ヶ月に1回とかですね、そういった集会に行って自分は一人じゃないと。一番人間が辛いのは多分孤立だったりとかすると思うんですね。で24時間という時間がすごく長く感じることもすごく辛いことだと思うんですね。じゃあそれをどういうふうに解決したらいいのかというと、やっぱり一歩昔だったら、まあ、その戦前だったら神社だったりとかしたんでしょうけど、そこをまあ創価学会とか公明党創価学会とかですね、統一教会だったりとかですね、そういった宗教が埋め合わせてたんですけども、グローバリズムが、さらに発展していってますので、デベロップしちゃってどんどん発展していってますから、それが宗教っていうのが、要は Google さんから分かんないことがあったら聞こうと、ウィキペディアに聞こうと、でウィキペディアに聞いてそこにさらに暇だから Amazon プライム見よう、 Netflix 見ようと、あなたたちの大切な時間をどんどんこう取られていくわけですね。で我々のその人間の寿命というか今のところ有限なんです。我々の、寿命は有限なんですね。ということはもう我々の寿命は限られてるんです。じゃあそのうちの、何時間 Netflix 見るんですか、 YouTube 見るんですかっていうところにもつながってくるわけです。つまりもう世界各国の
そのユダヤ教から派生した一神教以外のものでお金が行くのがもう許されない時代になってきていると。それだったらガファムに時間を使わせろ、お金をくれっていうような形で、全部ユダヤ人に行くプラットフォームができてしまいましたというのがちゃんちゃんということなんです。ということでですね、まあ、他のゼミナールでした。ですからね、本当に目覚めた自分がどうこうっていうのももちろんあるんだけど、その目覚めた自分をどういうふうなその姿勢とか、どういうふうな態度とか、どういうふうなメンタル精神でいるのか、そっちの方をちゃんと正していって、でこの人の言うことだったら信じようと、そう思われるような人になった時に、実はこういう番組面白いよとか、こういうのいいよっていう形でやっていく。でちょっと悲しいんですけど、やっぱりね、文字を読む人がすごく減ってきてますから、文字とかも大切で、もちろん読んでほしいなと思うんですけど、これからどんどんツイッターとかで短い文章とか、あとはこの10秒とか20秒の動画、例えば朝倉未来君のブレイキングダウン、1分間でどれだけドタバタできるかとか、そういったもののコンテンツの方が1分間で全てをこうまとめ上げれるので、まあ、時代的にはフィットしていると。なのでまあ本当にせわしい時代になったぜっていうのがまあ結論なんではないでしょうか。ということで他のゼミナルでした。チャンネル登録もよろしくということで、チャオチャオということで、やれやれです、やれやれですよ。